アイドルさんこんにちは、ノアです。今回はね、まあこんな感じでね、今回自分宛ての荷物ね、ちょっといくつか開封させていただきたいと思うんですが、まず一つ目が、はい、昨日ね、公認絵師のサトプーさんとね、初めて会ったんですが、それの時に、まあ、お土産ね、こうやって用意してくれて、なんかすごいですよね、これめっちゃいろいろあってね。で、その中に、じゃじゃん。はい、ロベル争奪戦の時にね、記念イラストを描いてもらったんですけど、それのイラストをね、アバターカードにしてもらいました。こんな感じで。めっちゃいいっしょ、これ。多分このままこうやってね、アバターカードとして使えるので、ちょっとこれね、使っていきたいなと思います。いいね、この感じね、これ。見て、ラメ加工っていうの、これなんていうの、パラレルレアもさ、こういう、めっちゃいざいな。パラレルレアもさ、こういう箱押しじゃないんだけど、線みたいなやつね、引いてあると思うんだけど、あーこれか、激怒そう、これももらったんだよ。やばいでしょ、パラレルの激怒悟空、しかも未開封品ね、まさかのね、つけてくれててね、はい、こんな感じでね、いただきました。やばいね、これびっくりした、本当に。で、自分の方がね、球団のバーダックのシークレットの備品、だったんですけど、あれがそもそもそのね、まあこう関東にわざわざ来てもらったっていうのと、プラスアルファでこういろいろね、絵を描いてもらったんで、それのお礼だったんですけど、まさかのお礼みたいな感じに、ね、なっちゃいましたね。いや、すごい、これ家宝にします。さらにこれ見て、こうね、いろんな絵を描いてるんですけど、その中でもこう人造エリートが多分一番好きなのかで、人造エリートのこう水着姿、あーこれちょっと刺激が強いね。いやー、かわいいよね。これめっちゃかわいいと思う。肌が白いね。まあ、腎臓だからね。はい。で、これでかわいいでしょ。こうね、ノアチャンネル T シャツを着てるね、こう、かわいいやつ、男の子のやつね。描いてもらったりとか。うん、これって、あ、何に使えるんだろう。あれか。バナパスに貼れんのかな、このまま。あー、で、マジンロベルの水着コスチューム。はい、これもね、今回は浴衣だったんでね。ちょっとタイムリーだね、これ。はい、ちょっといろいろ使わせていただきます。で、これにプラスちょお菓子っぽいやつ入ってて、あ、お菓子じゃないね、ラーメンか。うわ、めっちゃうまそう、めっちゃうまそうなラーメン。醤油と豚骨、はい、鴨川豚骨、ちょっと美味しそうですね。へえ、超うまそう。ちょっとこれは今夜あたり食べちゃおうかな。4人前。塩醤油各2人前、超美味しそうなんだけど、なんかお店みたいなね、ラーメンいただきました。あ、そういうことか。あれで、ね、ラブ面会だもんね。ラブ面会だからこういうやつをラーメンをつけてくれたんだろうね。で、あとね、多分キーホルダーみたいなやつが入ってて、じゃじゃん、こんなやつ、かわいい。なんだろうこれ、かわいい、めっちゃかわいくないこれ。で、クマさん、クマ、これがキーホルダーだと思うんだけど、あ、この形式のやつ好きなんだよね。この感じ。そのまま、あれに使おうかな。インプのキーホルダー、キーチェーンにでも、つけちゃおうかな。はい、さらにね、これね、はい、気遣ってくれて、きれいきれいの、あれいただきました。はい、ウェットシートいただきました。すごい豪華です。めちゃめちゃ豪華です。いやー、てか、これがめっちゃ嬉しいんだよな。これめっちゃ嬉しい。この時もサプライズで描いてくれたんだよ、これ。この絵をね。で、まあ、全部無償で描いてもらってて、もう本当にね、YouTube で伝えるようなイラストとかをいっぱい描いてくれたので、ちょっとまたね、近々お礼させていただきます、これね。パラレルももらっちゃったかな、ちょっと今回な。やばいな。で、これとはね、全然別形なんですけど、トレカーバンクルさんいる。はい。トレカーバンクルさんより、これね、ちょっとロベル管理になっちゃうな。はい、 BM6 段のマジンロベルの UR いただきました。すごいでしょこれ、めっちゃ綺麗なんだけど、めっちゃいいね、やっぱロベル、これは何枚もらっても嬉しいね。でね、これはまあキューポケを目指してたんだけど、これプラスまあいろいろね、こう買ったんですよ、ロベルのカードで。これで9枚目かな。うん、マジンロベル、とりあえずこれでキューポケできました。まあ、実はこれ結構前にもらってて、ずっと紹介しようと思ってたらね、忘れてたっていうオチなので、今回ちょっと紹介できてよかったですね、これね。はい、さらに、昔このアルミケースを作ってもらったね、ボスカムさんや。
はい、いただきました。レベル上げの応援グッズ、応援グッズじゃない、まあ、レベル上げ必須カードみたいなやつの、最新版の、リクエストをいただきまして、うん、こういう、ブー狩りっていうのがあって、でそれのちょっと違うバージョンを思いついたので、できればね、これ動画で紹介してくださいって。でそのミラーをね持ってなかったんですよ。うん、まあミラーが必要なんだけど、そのミラー持ってなくて、これはね、一応レベル上げ最新版みたいなやつでちょっと紹介させていただこうと思うんですが、ジャイコさんっていう、このブー狩りのレベル上げを考案した方が作ったデッキの派生版をな、ボスカムさんが作って、それに必要なカードがミラのね、いつだっけな、これ PSES10 ミラ、多分これはあれだね、エナジーの差をつけるためのミラだね。で元気玉持ってて、冷酷な一撃のバースト持ち、あー確かになんか使えそうだね。うん、エナジー差がなんかあるといいみたいなやつだよね。ん？おお、びっくりした。びっくりした。バーダック入った。バーダック。え？ん？納豆キングさんかなこれ。え？絶対そうだよね。これ納豆キングさんのやつじゃないの。やば。かっけえ。ドッカンバトルの LR じゃん。かっこいい。これ持ってるよ。やば。ああすごい綺麗だねこの感じね。そう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 、ナットキングさんとも仲が良くて、これ同時にもらったんだよね。このナットキングさんのオリカプラスこのアルミケース同時にもらって、すげえめっちゃかっこいいじゃん。うわ、またアバターカードもらっちゃったな。さあ、お手紙がついてます。ノア様、この度は紹介動画の検証ありがとうございます。必須カードのミラをお送りしますので、どうぞご活用ください。今回のデッキはジャイコ BR さんのブー狩りに感化され、プレ版ベジータのない中で息子が考えたデッキ。ああなるほどね。じゃあ低レート版みたいな感じだね。私はブーのパワー検証とカンストテストしただけで、そのことを一言でいいので紹介していただけたら息子も喜ぶと思います。今回ミラをお送りするにあたり、ノアさんのサインが欲しいとお願いされたので大変ですが、ノットキングさんにいただいたアバターカードを同封しましたので、スリーブ、あ、なるほどね、あれか、サイン用か、スリーブもしくはカードに直書きでサインお書きいただき、転送いただきませんか、ボスカム、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで自分用だと思ってましたねこれ。はい、完全にちょっと勘違いしてました。じゃあスリーブに書いて送ろうか。でこれがそのブーガリに使うミラらしいね。まあどんな感じなんだろうな。まあデッキの写真をもらってあるので、ちょっとそれをねちょっと今回試そうかなっていう感じなんですけど、まあ多分一本の動画になると思います。でジャイコさんの許可はなんかこう取ってあるって DM で書いてあったので、まあ今回あれだね、 YouTube では初の最新版レベル上げ紹介みたいな感じでやろうかな。はい、でさらには、はい、こちらね、はい、相棒のねヒルキットさんよりいただきました。なんかでかい荷物、でかい小包。うん、なんだろうなこれ、ちょっとねフィギュアっぽいんだけど、でも違うかな、ちゃんと梱包してあるよねこれ。なんだろうな、毎日 YouTube 撮影編集本当にお疲れ様、ハート、そしてチャンネル登録者数9万5000人突破おめでとう、これからも体に気をつけて楽しい動画作っていってね、もちろんアシスタントフィルも協力するよ、頑張るぜい V、いう感じで、はい、お手紙いただきました。サインが可愛いな。サインがそんななってね。あ、やっぱなんかフィギュアっぽいけどね。でね、何これ、どうやって出す、よいしょ、お、なんだこれ、何、何が入ってんの、ちょっと想像もつかないですね。ちょっとアングル変えようか。めっちゃでっかい段ボールが入ってます。さあさあさあ、全く予想がつかないね。この感じ見るとさ、全く予想つかないよね。ん？あ、ごめん。ここも開けないときついか。よいしょ。ちょ、中のやつ切らないように。ピー、ピシッ。さあ、オープン。じゃじゃーん。あ、なんかね、あれっぽいな。あー！おー！マジで？うーわ！デロリアン！デロリアンやん。うわ、しかもめっちゃかっけえこれ、バージョン2じゃないの。うわ、一番好きなバックトゥザフューチャー2のデロリアンだねこれ。はい、空飛ぶやつね、かっけえ、初めて見たわこれ。すごいかっこいいんだけど、やばい、なんかちょっとあれで
一発で分かっちゃった。えと思って。マジかよ、デロリアン。これ高かったんじゃないの。ちょっと待って、マジでいいのこれ、ちょっとさ。いや、またお返しがね。ちょ、考えちゃうよ、これ。お返し考えちゃうよ。はい。どんな感じになってんだ。うわー、かっけー。激かっこいい、これ。うわ、これ激だわ。これ激かっこいい。じゃじゃーん。いや、これわかるかな？あの、バックトゥーザフューチャーっていう、まあ、自分が超大好きな映画があって、それに出てくる、こう、主人公のマーティーが乗ってる車。うん、正しくはまあ、ドクがね、作った、タイムマシンなんですよ、これ。うん、スポーツカーみたいな見た目してるんだけど、これタイムマシンになってて、これでね、いろんな時代にワープするっていう。うん。で、歴史を修正したりっていう、そういう話なんですけど、超面白いので、マジで。あの、バックトゥーザフューチャー見たことない人ね、まあ、絶対、一回でいいから見た方がいい。まあ、ワンからだね。とりあえずワンから見てほしい。マジで面白いから。うん。あれね、本当に映画史上一番面白いと思うよ。本当。映画の中で一番面白いと思う。あ、ごめん。このまま飾るのか。あ、ミスったな、これ。このまま飾るやつだね。普通に今撮ろうとしたけどさ、うん、このままなんか置いといた方がこうやってさ、わお、絶対そうだよね、これ。絶対そうだよね。うん、ちょっとこれ外れちゃったんでね、あれで、テープでつけときますね、ここね。すげえかっこいいなー。やばいな、デロリアンもねー、欲しいなーと思ったんだよ、あの実物のね。ただ値段がこれね、もうプレミアつきまくって、1000万とかするからね。あー、まあ、これはさすがに、20年後ぐらいでいいかな。20年後だともっとなんか値段上がってそうだけどね。はい。っていう感じでね。いや、まさかのデロリアンでした。あれは意外すぎるでしょ。全然予想つかなかったもん。なんだろうな、このでっかいのと思ってさ。からの、悟空がシールになってるね。かわいい。え、なんかこれかわいいね。見て。これさ、ハンバーガー食べてるじゃん。で、こっち側が身勝手の極意の悟空。モロセンのやつかな。モロセンの悟空だね、これ多分。じゃあちょっとシールを破らないように開けたいんだが、破っちゃいそう。破っちゃったー。破ってもうたー。苦手なやつ、オッケー。よし、比較的軽症で済んだ。さあ、これは何が入っているのか。じゃじゃん。お、見て、なんだろうな、これ。ん、未開封。え、未開封じゃないの、これって。これ未開封でしょ。ここまで見たら、誰がどう見ても、ドラキの未開封カードだよね、これ。じゃあ、一気に開けちゃいますかな。ちょっと待って、これ裏っぽいね。こっちから行こう。3、2、1。ドーン！おーっと、錬磨悟空の未開封が入ってる。マジか。錬磨未開封？いいんかよ。いや、これ持ってないっていうか、欲しいなって言ってたんだよね。なんだ？未開封、開封済みはさ、動画でめっちゃ使ってんじゃん。で、あれ以外の未開封品6枚くらい売っちゃったんだ。めっちゃ高い時期に売っちゃって。それ以来ね、1枚残しておけばよかったなみたいな。未開封1枚残しておけばよかったなーって言ったら、まさかの入ってました。っていうね、悟空がまさかの2枚揃うという。はい、未開封悟空が揃っちゃいました。サトプー大先生とアシスタントヒロよりね、はい、2枚いただきました。かっけー。いや、そうなんだよ。こういうさ、すげえお世話になった人とかめっちゃいるからさ、もうチームノアとか結成したいなってちょっとね、思ってたんだよね。本当にそういうレベルでね、お世話になった方々が多くて、めっちゃ絡みのあるごく少人数とかでねやるかもしれないけど、チララさんとかね、はい、ゆきちゃんとかね、いうすごい貢献してくれてる人 めっちゃいるんだよね。てか YouTube でさ考えるとめっちゃ貢献してくれてる人がすごいいて、なんかね恩返しもしたいなとか、日々考えてます。はい、いう感じで、いや今回ちょっとすごかったね。なんやろ、これが一番驚いたんだけど、デロリアンが一番驚いたけどさ、まあいろいろなものをちょっといただきました。多分これで紹介は全部になるかな。うん、一応ロベル開封する？こういう感じでさ、めっちゃ買ったんですよ、自分。
めちゃくちゃロベルを買って、はい、実はキューポケの旅を密かに続けててね、こんな感じで今回買った枚数が、5枚に加えてトレーバルさんから無償でもらったものが1枚、なので、計6枚のロベルが追加されました。まあ、これで自分の持ってる分を足して、まあ、キューポケできるんだけど、あのキューポケット最初さ、あの連呼で狙おうかなって思ってたね。であまりにも出ないし、多分これ何十万とかかかるなと思って一回やめて、安くなったらロベル全部買おうって思ってたら、あの今高騰してんのね、これね。びっくりしてさ、マジンロベル高騰してんだ今。ねえ、なんでかっていうと、あのね、兆し悟空のブームでさ、これとすごい相性いいじゃん。で、それでまあ単純に強いってのと、うん、キャラクター人気かなっていう、ロベルね、やっぱイベントにもなるぐらいのキャラ人気なので、多分そんなこんなで高騰したんじゃないかなって、思ってます。はい、まあいうことで以上ですね、紹介は。はい、まあよろしければね、皆さんのツイッター登録とかよろしくお願いします。はい、みんなツイッターやってるので、ぜひねツイッターで探して、今回名前に上がった方々をね、ぜひフォローしていただけたらなと思います。はい、でアシスタントヒロとね、佐藤くんさん YouTube やられてるので、そちらもぜひ、はい、ご登録を。ということで、この動画がもしよろしければチャンネル登録と高評価などよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。